皆さんこんにちは。ローマのガイドの藤川です。今私はアベンティーノの丘にいます。ローマは7つの丘からできた町、その丘の一つアベンティーノ、そして向こう側にはパラティーノの丘、古代のローマの皇帝アウグストゥス帝をはじめとする皇帝たちが住んだ住居の跡が残ります。アベンティーノの丘とパラティーノの丘の間にはシルコマッシモです。古代の競技場、競馬場といったところでしょうか。7万人ほどのお客様を集めて馬を走らせる競争を見せる場所、チルコマッシモになります。現在のチルコマッシモ、下へ降りてくるとご覧の通り、人々がお散歩をしたりジョギングをしたり犬の散歩をして楽しんでいます。競技場、昔々馬が7周このトラックを駆け抜けていきますが、直線距離にすると約900メートルほどあります。昔々は地上に観客席を作る技術がなかったので、このチルコマッシモ、2つの丘の谷間を利用して長いトラック競技場が作られています。私はカラカラ浴場跡、ローマの公共浴場跡にやってきました。このカラカラ浴場、紀元後3世紀皇帝カラカラによって作られた浴場です。チルコマッシモ、コロッセオからはわずかな距離にあります。入り口側、向こう側にはアピア街道が通っていて、そちら側から人々は入場しました。市民だけではなくて旅人たちも使った非常に大きな娯楽施設、カラカラ浴場です。ローマ人に尋ねました。君たちはなぜ一日に一度お風呂場へ、浴場へ通うのかと。彼らはこう答えました。本当は2回も3回も行きたいんだけれども、その時間がないだけだよ、という答えでした。カラカラ浴場ができた頃、紀元後3世紀、人々は浴場へ毎日のように通っていきました。そのお風呂場は現在でいうとヘルスセンター、健康ランドといったところでしょう。現在このカラカラ浴場はご覧の通り廃墟となってしまいましたが、そこは昔々綺麗な浮き彫りで飾られ、床はモザイクで覆われていて、見事な立派なお風呂場だったようです。カラカラ浴場だけではなくて、古代のローマ人たちが使ったお風呂場はだいたい似たような設計をしておりました。ここに復元図があるんですが、男性用、女性用と分かれていて、右左左右対称に作られているのも特徴の一つです。施設にはたくさんのお水が、1日に何万リットルものお水が水道橋で運ばれてきて、一旦貯められます。この建物の地下には奴隷たち、従業員たちが働く通路などがあって、奴隷たちは下の方で何やら薪をくべて火を起こしていますが、建物全体は、お風呂場は床暖房になっていて、壁は、暖かい風が流れるパイプが通っていて、人々はお部屋温度の暖かいところで入浴を楽しむことができました。そしてもちろんみんなが使うところですから、そこには綺麗なモザイクが敷き詰められて、大理石の床が敷き詰められて、大小の彫刻があったといいます。現在このカラカラ浴場、博物館として中を見ることができます。建物は昔2階建てだったようですが、現在中に入ると
床にきれいな白と黒のモザイクの床が残っていたり、当時の人たちが使った浴槽、お風呂場の跡や更衣室の跡などが残っています。また夏になるとここカラカラ浴場跡ではオペラの公演などが行われています。私はアウレリアーノの城壁のそばを歩いています。古代ローマでは何度か城壁を改修作り直しましたが、ここにあるのは今から約1700年ほど前、皇帝アウレリアーノによって作られた城壁。当時城壁の長さは19キロあって、ローマをぐるりと一周取り囲み13の出入り口がありました。現在は点々とですが4キロほどこのローマの街に残されていて、この今私が歩いているところ、非常によくその長さを残しているところ、近くにはサン・セバスチャーノの門がご覧になります。皆さんはすべての道はローマへ続くという言葉、聞いたことがありますか？ローマ帝国時代にを含めると8万キロの道を作ったと言われます。その始まりであるのがアッピア街道。紀元前4世紀にアッピウス・クラウディウスによって作られた道、それが街道の始まり。街道アピア街道をはじめとして全ての道がローマへ続いていたということです。私の後ろにここからアピア街道が始まりましたというサインが残っています。アッピア街道を歩いてきました。アッピア街道沿いには地下の共同墓地などが多く作られて、ここには聖人サン・セバスチャーノを埋葬する共同墓地カタコンベがあります。その上に作られたサン・セバスチャーノ教会、ローマの7大教会の一つです。多くのキリスト教の信者さんたちはまたここに聖人ペテロとパウロの遺体が埋葬されたということで、非常に重要な教会、多くの信者さんたちが訪れるところでもあります。